パトリック・アロイシャス・ユーイングは、ジャマイカのキングストーン出身の元バスケットボール選手。NBA のニューヨーク・ニックスなどで活躍した。ポジションはセンター。リーグを代表するセンタープレイヤーの一人として現役時代を過ごした。1984年と1992年のオリンピック金メダリスト。1996年には NBA50 周年を記念した。 50人の偉大な選手に選ばれるなど歴史に名を残す名選手と考えられているが所属チームの優勝経験がないまま2002年に引退した2008年に殿堂入りジャマイカのキングストンに生まれ12歳の時に家族と共に米国のマサチューセッツ州ケンブリッジに移る本人はその頃アメリカでの生活になかなか馴染めなかったと10回している 少年時代から長身であり、中学時代にバスケットボールを始めている。高校時代には名の知れた選手になっており、様々な大学から勧誘を受け、ジョージタウン大学進学を決意する。ジョン・トンプソン監督が率いるチームでユーイングは、花々しい活躍を見せ、特にディフェンスでの評価が高かった。ジョージタウン大は1983年から3年、連続で、 NCWA の準決勝に進み、1984年にはアキーム・オラジュアンを擁するヒューストン大学を破り、優勝し、ユーイングはトーナメントの最優秀選手に選ばれた。1985年にはネイ・スミス賞を受賞。大学界で最も優秀な選手の一人だった、ユーイングは、1984年、ロサンゼルスオリンピックにアメリカ代表として出場。 金メダルを獲得した。1985年に、教養の学位を取り大学を卒業、ドラフト全体1位で、ニューヨークニックスに指名された。以後、キャリアのほとんどを、ニックスで過ごす。最初のシーズンは、怪我で50試合の出場にとどまった。ものの平均20得点、9リバウンドを上げ、ルーキーオブザイヤーを受賞。以後、シーズンごとに少しずつ成績を伸ばしていき、 1988年からは、オール NBA セカンドチーム、平均28.6得点、10.9リバウンドを上げた1990年には、オール NBA ファーストチームに選出された。チームは1987年に就任したリック・ピティーノの下、勝ち星を増やしていったが、ようやく出場した1988年のプレーオフでは1回戦で、 ボストンセルティックスに1勝3敗で敗退、翌シーズンはシカゴブルズに2勝4敗で敗れている。続く2シーズンはチーム成績が振るわなかったが、この時期を前後してニックスは1990年代にチームの中核となる選手を獲得している。1987年にはドラフトでポイントガードのマーク・ジャクソンを指名。1988年には 屈強なディフェンダーのチャールズ・オークレイを獲得し、1990年には起爆剤的なムードメーカージョン・スタークスを CBA から拾い上げている。1995年頃のユーイングそして1991年にはパッド・ライリーが監督に就任。これを機に、ニックスは次第にリーグを代表する強豪に成長していくことになる。 1980年代にロサンゼルスレイカーズの華やかなショータイムを演出したライリーはニックスを全く正反対の思考を持つチームに育て上げる。ライリーのニックスは地味で時には激しいディフェンスでたチームを苦しめた。しかしプレーオフではマイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズを追い詰めるものの倒すには至らず3年連続でブルズに敗れている。 ジョーダンが引退した1994年のプレーオフでは、ユーイングとニックスにようやくチャンスが訪れる。カンファレンスセミファイナルでは、スコッティ・ピッペン率いるプルズを第7戦で下し、続くカンファレンスファイナルでは、レジー・ミラーやディック・スミッツらに苦しめられながらも、インディアナ・ペーサーズを7戦で退ける。ニックスは、約20年ぶりに NBA ファイナルに進出。 1973年以来の優勝を狙うこととなった。対戦相手はヒューストンロケッツでチームのエースは大学時代のライバルアキームオラジュアンだった。シリーズは両チームとも100点を超えることのないディフェンシブな展開となり最終の第7戦までもつれ込んだ。スタークスの乱調もあってニックスは最終戦を落とし、ユーイングは生涯最大のチャンスを逃してしまう。 翌1994から95シーズンのプレーオフ、ニックスはカンファレンスセミファイナルでインディアナペーサーズに敗れ優勝への道を閉ざされる。このシーズンが終わるとライリー監督はチームを去った。続く1995から96シーズンにより、ニックスはジェフ・バンガンディ監督の時代に入る。その後数シーズンの間ユーイングはリーグを代表する選手であり続け、 チームも何度かカンファレンスセミファイナルまで到達するものの優勝を伺うには至らなかった。1990年代末期に近づくと30代後半に入っていたユーイングは徐々に衰えを見せ始め怪我も多くなっていく。チームは新たに加わったアラン・ヒューストンやマーカス・キャンビー、ラトレル・スプリーウェルなど総力のある選手が中核を占めるようになった。 ロックアウトで短縮された1998から99シーズン、ニックスはカンファレンス8位で、かろうじて、プレーオフ進出を果たす。ところが、ラトレルスプリーウェルラが奮起し、大方の予想に反して、トーナメントを勝ち進み、ニックスは再び、NBA ファイナルに進出する。しかしこの時2度目のチャンスを迎えたはずのユーイングは、足首の負傷により、戦列を離れていた。 このプレイオフの期間中、マスコミはユーイングに対して批判を行うようになっていた。ユーイングがいない時の方がチームは走るゲームを展開できるようになり、それがプレイオフを勝ち上がった要因というものだった。NBA ファイナルはティム・ダンカンが頭角を表してきたサンアントニオ・スパーズがニックスを4勝1敗で下し優勝を決めた。怪我と年齢により、 個人成績が下がっていたユーイングを、ニックスは2000年に、ついにトレードに出した。シアトルスーパーソニックスでは1試合平均26分、翌シーズンのオーランドマジックでは、平均13分出場。マジックでのシーズン終了後、ユーイングは引退し17年の選手生活を終えた。1993年に、彼は789の守備的なリバウンドで、NBA をリードしました。 彼はフィールドゴールのパーセンテージで8回、ゲームあたりのリバウンドでもトップ10、そして合計でのリバウンドで8回、ポイントでのトップ10、そしてゲームあたりのポイントでの8回、そして13年間でブロックの中でトップ10でした。1999年にユーイングは22000ポイント及び1万の反動を記録するために NBA の歴史の10番目のプレイヤーになりました。 大学時代のユーイングはディフェンスが優れた選手として知られていた。プロ入りすると、ユーイングは得点でも優れた面を見せるようになった。ゴール下に強いだけでなく、ユーイングはジャンプショットが上手い選手でもあり、中距離からのシュートは高確率で沈めた。そして、長身選手にしては、フリースローも上手で、オラジュアンやロビンソンなど同年代を活躍したビッグマンたちと共に、 優秀なスコアラーの一人であった。また、ユーイングは、ニューヨーク・ニックスが、久しぶりに得たスーパースター級の選手だった。ニックスを1970年代初期以来の NBA ファイナル進出に導いたのみならず、得点、リバウンド、スティール、ブロックなどで、ニックス歴代最高の記録を持っている。ニックス在籍時には批判も多かった、ユーイングではあるが、ユーイング対談後は、 チームも低迷。ファンやメディアも、ユーイングの実力を再認識し、トレードにより、他チームの選手になっても、ニューヨークを訪れると、会場のファンはユーイングを大歓迎した。2003年2月に、ユーイングの背番号33が、ニックスの永久欠番になった時にも、ファンは大歓声で、ユーイングを迎えた。生涯通算得点は24,815点。 リバウンドは11,607本、ブロックは2,894本。1994年の NBA ファイナルでは、ファイナル記録となる通算30ブロックを挙げている。1992年には、ドリームチームの一員として、バルセロナオリンピックに参加、2つ目の金メダルを獲得している。ありがとうございます。